記者を待つ君の横で僕は模型を気にしてる。模型を気にするな。ダメモデラーか。ズミクラが増えてしまい、買いたい。買ってはダメ。お金がない。場所もない。そういう無限地獄をさまよってるのよ。諦めが悪い。電車が来たにゃ。メカブチャンネル。回せ回せガチャを回せ。なるべくガチャは回さない。ゲームのガチャには課金しない。メカブ部長の部長です。お金ないから。ガチャ回すぐらいならおやつ買います。メカブ初期会計のメガネです。いいからカリカリのグレードを戻してほしい。メカブ顧問の顧問です。今回はメカブの話題いろいろよ。プレミア配信予告、日時にて、パイロットスーツの歴史をやるにゃ。顧問がテンション上がって大変だったわ。現在、メンバー限定を公開して、査読してもらってる最中よね。なのでできる範囲で反映したら、来週か再来週の土曜日に、公開目標ね。お時間があったらよろしくね。おやつタイム。今日のおやつは、スーパーカップのミニカップに、ココナッツチップをまぶしてあるわ。もうちょっとこう。お皿とか盛り付けとか。む。その時電流走る。これ美味しいわね。でしょう。美味しいアイスの最小構成よ。砂糖、乳脂肪、炭水化物、食感。一人当たり100円以下。ココナッツチップなんてアイスにかける以外に使い道がないわ。ちゃんとお皿に乗せたらこれスイーツね。メガネはバトルラーメンとか最小構成で美味しい系好きにゃ。今月のガチャ、ケローネ。10個以上積むなルールでキットが買えないのでついガチャを回してしまったわ。ガチャは積むなルール外なのか。なんかガバガバじゃない？そのルール見ての通り、出来は上々。複数カラーのガチャなので外れなし。気に入らなければ塗れば OK。 塗装ブース壊れてから塗ってないくせに。材質はあのずっしり重いゴムみたいなやつ。渋いカラーのがの欲しかったのだけど、ファンシーなのが当たったので他の何か塗るついでに塗ろうかと。絶妙に可愛いにゃ。サザビー。これもズミプラがあるうちは次を買っちゃダメルールでキットが買えないのでガチャを回してしまったわ。これもキットと変わらないのでは。というかこれ、ケローネンとサザビー500円ずつで1000円でしょう。昔だったら HGUC のキット買えるじゃない。昭和55年ならば100分の1ガンプラを買ってお釣りが来るにゃ。そういう真実からは目をそらして生きていくのよ。おい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 。これカラー、クリア、中身だけのガチャなのだけど、ハズレっぽいクリアだったわ。ガチャだからね。グレン大座優。いつものグレン大座優ね。あ、はい。一応仮装やるからネタバレ避けたい人は耳と目をそらしてね。グレン大座優6話、二人の王女、感想。前回すっ飛ばしたから一応ここからやるのか。作画監督佐藤千春、原画佐野博俊、木瀬和也、友永和秀、小池健、鍋島治、亀垣はじめ、本橋秀幸。なんか今すごい名前がちらちらと。でお話は割といつもの感じなので、ちょっとものすごいシェフ呼んできてボンカレー温めてもらった感じね。どりゃん。ボンカレー美味しいんだけど今はシェフのカレーが食べたいのよ。どりゃん。根本的にフォローの仕方がおかしい。お話としては二人の王女テロンナとルビーナ、この二人がどういうキャラかをさっと見せて。ルビーナはデュークの婚約者よね。テロンナがクアダイザーに乗ってデュークと決闘。割とないがしろにされていた着地の衝撃とかそういうのをやってくれるので一安心。安心したところにアクアダイザーと床しかない 3D ツールのビュアーみたいなハラハラする画面が来るけど。言い方言い方。グレンダイザーの着地もちゃんとやってくれるのでほっと胸をなで下ろす。お、なんというか1話からずっと予算足りてない感じの演出だったのだけど、6話はロボットものはこうでなければというカットがちゃんとあっていいわ。ただお話や設定の緩さは気にしてはいけない領域なのが続くわ。そういうリアリティレベルのお話なのよね。予算もきつそうで、動くところと動かないところの緩急でごまかしている感じね。オイルマネーが足りないのか、どこかで消えているのか。デッキ地の最中にマリンスペイザーで背後から攻撃され水入り。この辺も振りが少ないのでちょっと分かりにくいわね。グレンダイザー優7話、彼方より来たる、感想。江ノ島水族館で楽しむ一行、いろいろあって落ち込んでるデュークの気晴らしをさせようという計らいね。こういう時にマリアがぐいぐい食い妹キャラで便利に話が進むけど、今どきこのパターン化感はあるわね。とはいえそういうのを求められているかもしれないし難しいところね。カサダとヒカルの行方、
ステイザー隠しの登場の理由がしれしれと語られるけど意外性はないわ。で、デナジュキングバニバニ登場。元ネタはバニバニね。有名なのでスタチューが出てるわ。有名なのか。戦闘シーンはこの前から安定してきているし、こちらも慣れているので安心して見える。スクリュークラッシャーパンチを使った時、操縦桿に浮かび上がる操作系とか細かいことをやっててありがたみがあるわ。で、ファサドがマリンステイザーで助けに来て、マリアがドリルステイザーで助けに来る。ざっくりだ。マリア初戦闘だけど、パイロットスーツじゃなくて T シャツにゃ。マリアのドリルステイザーとドッキングして、キングバニバニにとどめ、新メカ登場、それに登場、みたいなところが、ざっくりザクザクで進むので、テンションが上がりきらないわ。でもゼータガンダム登場に比べたら、盛り上がるので、気にしない方向ね。セータの登場より地味な新主人公メカ登場って、なかなかないでしょう。グレン・ダイザーいる。8話、浅草の開港。感想。マジンガー Z がデュークの協力により復活。10倍のパワー。ブレストファイヤーの放熱板の形状が見慣れたものに変わってるわね。そしてダブルステイザー登場。各種ステイザー登場エピソードがしれっとしてて盛り上がりに欠けるわね。マリアのパイロットスーツも登場。ここもしれっとやるので感動がないにゃ。今回の話はルディーナとデュークの開港、浅草で打ち合って過去回想が入るわ。浅草割と言うわ。各地観光名所巡りするのだけど、こういうの好きよ。サザエさんのオープニング的というか、ハリウッドトランスフォーマーとかハリウッドゴジラとか。はいはい。で、喫茶店でお話ししたりバトルしたり。ちょっと制作引きつそうな動かないアクションが多いわね。バトルのごたごたでお話進まず、お互いの行き違いで話が進まないというのをやろうとしているのだけど、雑なので悪目立ちするのね。3話分感想。これ状況を解決するにはデュークとルビーナでグレン・ダイザーなりデガジューなりに乗って水入らずで話せばいいのよ。それをすると話が1話で終わってしまうにゃ。グレン・ダイザーがあんなに強いなら、ひとまずデガ星連合滅ぼしてから話すとか。地球側もデュークが信じられないなら、自白剤でも麻酔して解剖でもすればいいわけで。解剖するな。何か知ってそうな思わせぶりなヒカルさんとか、自白剤でも解剖でもすればいいのよ。すぐ解剖するのやめろ。なんというか、やるべき選択肢がいっぱいあるのに何もしない策撃は辛いわ。実際グレン・ダイザーにズリルが通信してきたりするのだけど、通信できるならそれでもっとちゃんと話せと。情報を持っている相手がそこにいるのに、なぜ根掘り葉掘り聞かないんだというのは策撃の都合に見えるのよ。まあ策撃の都合よね。ただ作品としては安定したというか、ちょっとしたところに気が回る感じになって見えるので、もう少し期待しながら見ていくわ。ブリザードガンナー再販。マックスファクトリーの72分の1のブリザードガンナーが再販。お値段7150円。ちょいはお高いは、ズミプラ崩して置く場所確保しないとダメよ。ブリザードガンナーはこれ本当に塗るの楽しそうでいいのよね。モスクワに最大級ドローン攻撃。ウクライナ越境攻撃で31人死亡。アメリカの選挙もあって今後どこ転ぶかわからないウクライナ情勢だけど、ウクライナが結構ロシア本土に踏み込んでいるのは危なっかしくて、踏み込んだとしてそこを占拠できるわけでなく、かといって踏み込むだけでロシアの兵力は分散はできる。効果はあるんだけど限定的で、相手の核攻撃を誘発するかもしれない危なっかしさなのね。戦争って結局どこかで手打ちにしなきゃいけなくて、そこまでは我慢比べなので、ウクライナが資源大国であること、陸路で多くの国と接していること、ロシアはそれ以上、この我慢比べはきっついわよね。その気になれば干からびるまで我慢できる。日本の場合島国なので攻めにくいという地の利はあるけど、攻められたら終わりだからね。補給できないし。それはそれで本当にきっついわね。安全保障は気を抜いたら終わりなのよね。すでに内部には入り込まれてグダグダだしね。いや、人身売買疑惑。こんな感じね。赤ちゃん1体150円、大人1体200円。シルバニアファミリーかよ。言い回しがやばいんだな。メカブチャンネル。いや、そんなわけでメカブではいくつか新企画を企んでいます。企み出して1年、成果出ないわね。本当にもう忙しくてね。そろそろ締めるのにゃ。せーの、赤ちゃん1体150円。メカブでは日々メカの話題をやってます。見失わないようにチャンネル登録よろしくね。まだ登録してない人はそろそろ年貢の納め時、メンバーシップもあるわよ。気が向いたら古い動画も見てってね。では次のメカブの時間、メカブチャンネルで。メカブチャンネルで。